ほど予選を勝ち抜いたこの4校で総当たり戦を行い、昨年同様忘ら向こう一緒勝ち点の多い上位2校が全国大会への切符を手にします。北欧2勝。逆転された。北欧と一緒。さっさと札をくれよ。早くし。もう先生。状況はどうですか。一回戦は。高校に負けちゃって。次に勝てないと。全国大会に行けないかもしれません。そんな状況で、あの北欧学院が。安い。移動します。太田。二人で一生な。ありがとうございます。やられた。なんでですか？あれは北欧の札合わせだよ。肉まんくん。つくやくん。団体戦の終盤に受ける戦術の一つでね。ありがとうございます。運命戦では手元にある札を守る方が圧倒的に有利だから、事前に残す札をチーム。チーム内で振り分けたんだ。北欧派と一勝すればいいから、運命戦でどっちの札が読まれて。こんなところで。でも勝てるようにね。そんな。終われない。行くよ、水沢。おう。
さよけて水沢と日照だ。一枚ずつ取っていくぞ。あっ、あっ傾く街を天の釣り船までの月を見し、北欧学園対水沢高校は3対2で、北欧学園の勝利です。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。おい福は声出せ。一枚のチャンスでも何でもいいから、それが試合の流れをつ、呼吸声でカルタが強くなんの。個人戦がただ5試合なら、なんでるだけっしょ。違う、団体戦はチームの一体感。チーム内での死後は慎んでください。よかったじゃん、つくば。お前なんかとチーム組、私たちのカルタが組んでくれる人が見つかって。でもこの人たち知ってんのかな。お前が団体戦の今日終わっちゃった。初めてだってこと。うっせえぞ、た巻き押し。いや、まだだ。まだ終わりには負けてから言え。言ってない。